ローマの祭りは、イタリアの作曲家オットリーのレスピーギが1928年に完成させた公共誌。ローマ三部作の最後を飾る作品。単一楽章で四つの部分が切れ目なく演奏される。各部分は古代ローマ時代、ロマネスク時代、ルネサンス時代、20世紀の時代にローマで行われた祭りを描いたものであり、それぞれレスピーに自身によるコメントが付けられている。 以下ではその表題と構成を書いていく。第一部チルチェンセスセルセス第二部50年祭、イルジュビーレオ第三部10月祭エルアタブロタ第4部、主権祭ラベファナ1、セルセスにイルジャイビーリオんエルアタブロタ4、エルエーベファナブッキーナというのは、古代ローマ帝国で競技や戦いの場で兵士を鼓舞するために吹き鳴らされていた金管楽器でまだ音を変える。 バルブ装置などはついていないシンプルな楽器であった。古代の金管楽器を表現する手法として、チルチェンセスのブッキーナパートはした一点変わる音上の自然バイオンのみで構成されている。つまり、金管楽器が唇の調節だけで出る音のみで書かれており、一般的な B 管のトロンボーン、ホルン、バストランペット等が同じ音向の自然バイオンを持っている。また、10月祭では、 冒頭のホルントランペットパートのファンファーで、中間の一番ホルンソロにこれと同じ手法が用いられており、下一点へ音あるいは下一点方音上の自然バイオンが用いられている。こちらも古い時代の金管楽器を表現することが目的ではないかと思われる。補足、10月祭のヘ長ョ,ョの旋律に変論音が使われているが、下一点へ音上の第11バイオンは、 ロートであり厳密に、自然倍音が使われていい。るとは言えない当時、バルブのない金管楽器で自然バイオン以外の音を出す奏法として、ホルンはベルに手を出し入れする、トランペットは楽器に男を当てそれを開閉すること等の奏法が行われており、ピッチを調整することが可能であった。そのため、バロック時代の作曲家の金管楽器の楽譜には、正確な第十一バイオンである F ではなく、 それよりも半音低い F が使われることが見られる。他にもルネサンス時代の金管楽器として、シンクという男を持つ楽器が使われている。ルネサンス時代の金管楽器を表現していると言える。古代ローマの時代から2000年近く経ったレスピーギの時代にブッキーナが現役の楽器として使われていたわけではない。しかし、同時代に 自らの国を神聖ローマ帝国に続く第三帝国と名乗っていたナチスドイツによってブッキーナを含む古代ローマの楽器が復元されていたのである。残念ながらイタリアでも同様の動きがあったとかドイツから楽器を借用したという記録などは残っていないが少なくともローマの祭りでは具体的な楽器名としてブッキーナを指定していることは 紛れもない事実なので何らかの復元楽器かその名を冠した特別注文の楽器を使用した可能性は十分に考えられる。以下のような特徴指摘あるいは評価がある。世界初演を指揮したトスカニーには1941年にフィラデルフィア管弦楽団、1949年に NBC 公共楽団との録音を残している。特に NBC 公共楽団のローマ三部作は1949から53年のモノーラル録音であるにもかかわらず名版、決定版と評されている。この曲は吹奏楽編曲で演奏される機会がしばしばある。特に日本においてはアマチュアの吹奏楽団がコンクールで8分程度に抜粋短縮して演奏する例は非常に多い。ありがとうございます。